エルバーエワさんが季節移動していたカラカルパクはカザフスタンの西南の隣アラル海の沿岸にあります。カラカルパクはウズベキスタンの一部ですが、カザフと同じような文化を持つ遊牧民です。長い遊牧生活の間に培われてきた彼らの人生の知恵は、この民族の間でもカザフスタン同様、年長者から若者へ歌という形をとって伝えられてきました。カラカルパクの吟遊詩人はジラウと呼ばれ、民衆からとても尊敬されています。